いざ。関心とうた、ろ、は、し、に、と、とうた、これを、孫昌公、孫権の子であり、孫策、孫権の妹である。鮮やかな武技と容姿の美しさから、休養期と称えられていた。明るく活発、勝ち気な性格で反董卓連合軍の戦いにも同行。孫昌公は孫家の明るい未来を信じ、調査への帰路についた。孫権殿、袁紹は何と。父様ならきっと何でもうまくやってくれるわ。玉璽のことだって、袁術のことだって。そうよ、きっと悪いことなんて起きないんだから。
ご医療で。またお待ちしてます。他の者は殺して構わん。玉璽だ。玉璽を奪え。玉璽が目的か。ヨモリ。ああよい。まずは敵兵を蹴散らすぞ。ここを敵に制されてはまずいか。よし、俺たちはここの守りにつくぞ。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。用は決まった。いざ進軍開始。なんだこいつら、強すぎる。高等の虎。心配しなくても大丈夫よ、父様。母様だって強いもの。今頃演術も手を焼いてるんじゃないかしら。もしかしたら後悔してるかも。ひとまずあの辺り押さえておくかの。物ども、かかれ。これよりかの地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。ひとまずあの辺り押さえておくかの。者ども、かかれ。これよりかの地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。これよりかの地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。命令通り演術に玉璽を。この場所、私が制圧したわ。
でもよ、ほん…かけよ大式虎たちよ、流氷を打ち倒し、上陽に我らの武を示すぞ。サブリです。まずあの辺りを押さえておくかの。者ども、かかれ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。来たか、江東の田舎武者め。貴様らなぞわしが切り刻んでくれるわ。あの辺りを押さえておくかの。者ども、かかれ。えい、孫権とその老頭め。わいつと引いて様子を見るか。敵将高祖めは逃げ去ったわ。さあ上陽へ向け進軍するぞ。よくやったぞ、将校。
剣が攻めてきただと。誰でもいい、あの獰猛な虎を止めよう。兵器部隊配置につけ。孫権どもをこの城陽に近づけるな。皆牙を向け、敵を殲滅するぞ。若輩よ、我が輩に続け、いざ敵陣へ。戦の主導権は我らにあり、激しく攻め立てよ。行くぜ、この戦終わった。今こそ敵軍を消滅せよ。王降伏やらいでか。わしらは敵の兵器を潰そうぞ。貴様なぞにこの城陽を奪われるとは。劉氷様、こちらにお逃げください。逃がすか。精鋭たちよ、続き。剣術とな。みんな。母様をさらったこと忘れてないんだから。あの時の父様の怒りも。母様の悲しみも。
しなさい、炎術。私が絶対に倒してやるわ。でも気をつけないとね。炎術はずる賢いから何をしてくるか。孫悟じゃなくなるんでしょ。だったら戦うしかないのに。でもケンニー様はそう簡単には言えないのね。どうすればいいのかな。竜玄徳様や諸葛亮っていう人たちと一緒にいい方法を見つけられればいいんだけど。殿、周遊よ。ど、この戦いに孫悟の明日がかかってるのね。みんなのために絶対に勝たなくちゃ。孫昌公と劉備は周遊の追っ手を振り切った。彼女の劉備を慕う気持ちは国同士の政略を超えていたのである。この同盟の結末がどうなるかは誰も知らない。だが彼女の思いは決して変わることはないだろう。彼女はいつまでも劉備と共に生きていく。昌公殿。玄徳様、疲れてはいないか。長旅の後すぐに婚礼で忙しかっただろう。ううん、平気よ。みんなに歓迎してもらえてとっても嬉しかったし。そうか。だがそなたの故郷は遠い。昌公殿には寂しい思いをさせてしまうな。玄徳様、大丈夫。今も見ていたの。ほら、月。ここで見る月もふるさとで見た月も同じ。孫悟のみんなとも同じ空の下にいるんだなって。玄徳様もそう。たとえこの先離れ離れになっても、見上げれば思いは伝わる気がするから。うん、これから一緒に頑張っていきましょう。ああ。